ノブポン TV からのお願いだ。本動画をご視聴する際はチャンネル登録と通知ボタンのチェックを忘れなく。それから公式 Twitter のフォローも忘れるんじゃねえぞ。ほっといけねえ。リプありならフォロー返しも 100% だ。そんじゃまゆっくりと明るい部屋でご視聴してちょうだい。はい、どうも皆さんこんばんは、いらっしゃいませ。本日もフォールアウトシェルターオンラインのね、動画をお届けしようと思います。いや、かなりね、久しぶりの動画アップになってしまいましたね。遅れてしまってすみません。実はですね、先月ちょっと事故に遭ってしまいましてね、右目がね、今見えてないんですよ。で、左目の色彩もね、ちょっと薄いような感じで、で、さらにね、先週腰痛になってしまいましてね、ベッドからね、立ち上がることもできなくなっちゃったんだよな。だからね、まあ、こういう収録動画とか、あとライブ実況もね、全く何もできなくなっちゃったんだよね。で、2日前からね、ようやくライブ実況は一応ね、できるような形にはなったんだけど、やっぱね、そのライブが終わるとね、もう腰がね、悲鳴をまだ上げてるような現状ですね。はい。で、今日はね、体調もかなり楽ということで、今ね、こういう形で収録動画を撮っております。で、大体ね、動画ですと15分、30分ぐらいになるとは思うんだけど、まあ、カット大幅してるのでね、実際は40分ぐらいは収録してるんですよね。で、さらに、その後の編集がね、どうかな。3、4時間はありますし、で、サムネイルもね、自分で作ってるんで、そこら辺の時間まで含めると、どうかな？ 1 本の動画で最低6時間からね、まあ8時間ぐらいね、現状かかってるような感じなんだよな。はい、まあ座りっぱなしなんでね、まあやはりね、腰への負担がね、大きいのかなっちゅう感じですね。はい。ではね、本日の動画なんだけれども、2点ですね、皆さんにお伝えしていこうと思います。まず1つ目ですね。前回の動画でもちょろっとお伝えしたんだけど、Twitter グループのね、募集に関してです。そして2つ目はですね、今全力で取り組まなければいけないイベントに関してお伝えしていきます。はい。ではね、早速一つ目の、Twitter グループのね、募集の件からお伝えしていきますね。現状ですね、私も今、ジオン帝国でね、ギルド運営しておりますけれども、メンバー27人ですね。はい、こちらの方々ですけどね、ちょっとね、ログインが5日ない方は、脱退処理しておりますけれどね、どうしてもね、そのチャットっていうのがね、使いづらいんですよ。はい。で、本当はね、私もいろんなメンバーの方々とね、いろんなお話ししたりですとか、フォールアウトシェルターオンラインのね、情報交換とかもしたいんです。なんですけれども、なかなかね、その連絡手段が取りづらいというか、難しいなというね、印象今あるんですよ。なので、このギルド運営とはまた別にですね、まあ、Twitter の方でね、グループメンバー募集しようかなと思います。で、どうしてもね、まあ、Twitter のその使用上ですね、まあ、メンバーマックスで50人までしか、チャットできないのかな。まあ、ただね、50人も集まることまずないと思うので、2、3人ぐらいでもね、いいのでね、集まっていただければなと思います。はい。まずね、参加方法としてはですね、私の Twitter アカウントをフォローしてください。そしてね、今回の動画アップ後にですね、Twitter グループのですね、募集のツイート流しますので、そちらのツイートのいいねと、あと必ずコメントください。グループ参加希望とね、コメントください。それを確認後ですね、順次ご招待していきます。で、今回募集するのはね、フォールアウトシェルターオンラインの、募集しますけれども、何もですね、その情報に限った話じゃなくてもいいのでね、日常生活の話でも何でも結構です。まあ皆さんとね、なんかこうコミュニティ持てるような感じにね、発展できたらなと思います。で、一つだけね、皆さんに先に、お願いしておきたいんですけれども、どうしてもね、こういう募集をすると、時々ですね、他のメンバーの批判であったり、なんかこうね、小馬鹿にするようなコメントする方もいらっしゃいますから、まあそういう場合はですね、私の方から、脱退処理とさせていただきます。なのでね、常識持ってね、チャット楽しくできる方だけですね、ご参加していただければなと思います。はい。はい。ではね、二つ目ですね。こちらが本日のメインの情報になってきますけれども、今ですね、全力で取り組まなければいけないイベントということで、7月に入ってきてですね、アプリリリースして1ヶ月が経過しました。その中で、こんな感じでね、イベントがね、かなり少なくなってきたなという印象を持っております。特にね、無課金税の方がなかなか身動きがね、取れなくなってきてる現状がありますので、まあ、その中でもね、何をやったらいいのかっていうところでね、本日は情報をお伝えしていけたらなと思います。やるべきことは2つですね。2つ。まず1つ目が、こちらですね。2位のガチャ、50回回してください。で、これはね、7月15日、までになってきますのでね、残り13時間と3分しかないんですけれども、こちら。ですね、サラリオンズ、デズデモーナ、マクソン、ケロッグ、キャリントン、プレストン、ストロング、ハンコックですね、ポスター80枚獲得できるんですよ。これはね、非常に価値あります。はい。で、特に、デズデモーナと、キャリントン、ストロングですかね。ここら辺に関しては非常に価値高いのかなと思います。で、プレストンですね。で、もう一つのイベントも併用すると、で、人によってはですね、星4から星5まで一気にアップできますので、このプレストンをね、押してもらってもよろしいのかなと思いますね。で、ここら辺のね、ガチャを回すにあたっては、やっぱりね、ギルドに入ってないと正直ね、がっつり回せないと思います。ということで、まずはこちらのガチャイベントですね。こちらがまずは一つ目。そして二つ目なんですけれども、こちらですね、グランドイベントです。皆さんグランドイベントってしっかり周回されてますかね？人によってはね、このグランドイベントがめんどくさいからね、全然やってないっていう方も多いんですけれども、これね、確実にやった方がいいですよ。これどうしてかというと、まあ、さっきの話でね、プレストンの情報をお伝えしましたけど、今回はですね、このプレストンのポスターを回収することができるんですね。例えば今私だったら、金貨が5215枚溜まってますよね。で、これ、プレストンはマックスで確かね、50枚、交換できるんですよ。はい。で、現状ですと私5215ということで、ポスター4枚回収できるんですけれども、ちょっとこれ交換しますね。はい、こんな感じで。でね、結構これ溜まってくんですよ。で、ポスターマックスで50枚回収できるっていうイベントはね、やっぱりかなりありがたいですね。で、しかも、課金しなくてもこれ OK ですからね。無課金税の方は必ず、これはね、クリアするようにしてください。ちょっとこれね、やってみましょう。こちらですね。残り15日もありますからね。なので、最低限の目標としたプレストンのポスター50枚は確実に、回収するようにしてください。まあ、こんな感じでね、私はもうかなり進めてはいるんですけれども、パーティーがですね、今こんな感じでかなりボロボロなので、一回寝ましょう。はい。で、ここですね、休憩で入れます。で、これね、1日に3回休憩できるんですけれども、こんな感じで休憩すると、HP、MAX まで回復しますのでね。で、この中でね、何をすればいいのかっていうところなんですけれども、当然ですね、こちらの金貨ですね。金貨が大量に集まる、ステージを周回するのが一番いいわけですよ。はい。じゃあ、どこをやるんだっていうところですけれども、まあ、皆さんのね、ご自身の戦力との相談になってはきますが、基本的にはですね、このバイオハザードのマークですね。はい。ここをね、周回すると、よろしいんじゃないかなと思いますで。はい。で、こちら、やってみましょう。私ですと現状、このステージなんですね。巨大秘密工場4っていうところですね。で、これ、撃破報酬、銀貨90の金貨150とあるんですけれども、これね、5つステージがあるんです。なので、全部クリアするとですね、どうでしょうかね。だいたい金貨1100から1200ぐらい溜まるんです。はい。なので、かなりね、1回で溜まるんですよ。ちょっとやってみましょうかね。はい、ポチッとな。はい、やってきますね。ちょっとここはね、ノーカットで進めていきますね。はい。で、こんな感じでね、このステージを周回すると、アイテムもね、がっつり溜まってくんですよ。はい、こんな感じでね、もうどんどん溜まってきますよ。で、回がね、重なるごとに戦力もね、ちょっとずつ上がっていくっていう感じかな。よーし。で、これは、クリティカルかな。まあ、そこら辺はね、皆さんのお好きなように選んでいただければ結構です。はい。で、こんな感じでね、すぐにクリアの時もあるんですけれども、探索をね、継続してください。はい。なぜかというと、こんな感じでね、銀貨とか金貨回収できますから、さらにアイテムもね、回収できますのでね、基本的に全部のアナポラを埋める感じですかね。はい、どんどん行きましょう。どうしてもね、時間だけは少しかかってはしまうんだけれども、でも、結果的にね、金貨が一番溜まりますからね。よーし、OK だ。んで、これ隠れてるな。ここにもありますね。確かね、この鍵使っても何もなかったと思うんだよな。ちょっとやってみますね。ここね、何もないんですよね。はい。で、これで全部のフロアクリアしましたので、これで次へ。はい。そしてこれが2階ですね。はい。どんどん行きましょう。もうやることはね、至ってシンプルなんですよ。アイテムをね、ひたすら回収していくだけですね。どんどん行くぜ。やっぱね、こういう地味な作業なんだけれども、地味な作業をね、淡々とこなすと、ポスターがね、どんどん集まっていくんだよね。でね、課金できる方はね、そういうのがめんどくさいんで、まあ、どんどん課金してね、ガチャ回してポスターをね、回収してったりだとか、まあ、キャラをね、ゲッチュしてったりだとかでいいんですけれども、どうしてもね、無課金税の方だとかね、美課金税の方々は、こういうね、地味な作業をね、やっていかないとダメなんだよな。ちょっとめんどくさいけどね。もうね、これはこのゲームに関して言うとしょうがないですね。そういうゲームですね。でもね、時間だけかければ確実に強くなるので、それはね、かなり、まあ、難易度優しいんじゃないかなと私は思いますね。はい、これで OK ですね。で、今私ね、この、フロアですね、占拠してませんでしたけども、先にね、フロアを占拠しておくと便利ですね。次へボタンがすぐに押せますからね。はい、次が3回目ですね。で、毎回ですね、これステージ一緒になりますからね。だから周回してればね、覚えちゃうと思うんですよ。なので、さらに楽になるってことですね。まあ、アイテムもね、こんだけ溜まってればね、クリアできないことは、全くございませんのでね。まあ、こんな感じでね、サクサク進めればいいわけですよ。で、アンタゴナイザーが結構、HP まずかったかな。ラッドだけだな。ラッドアウェイで回復だ。よし。で、これで念のため、キャリントンにすぐに使えるようにしときましょう。スタート直後から回復でね。OK だ。よーし、OK。なのでね、私がよく使うアイテムとしては、こちらですね。こちら。ラッドアウェイだったかな。このアイテムと、あとはこちら、HP 全回復と、こちら AP 回復ですかね。この3つをね、頻繁に使いますね。で、ぬかランチャーに関してはね、使わないようにしてくださいね。溜め込むようにしてください。アイテムと交換できますのでね。で、ここで探索を継続すると。はい。で、これでまたちょっとめんどくせんだけど、戻ってくって感じですね。でもこれでプレストンのポスターが50枚貯まるんだったらね、安いもんだと思うんですよね。で、私の戦力今10万ちょっとですからね。6月スタートに関しては課金しました。で、7月に関しては、まだ2000円ぐらいしか課金していませんのでね。まあ、それで戦力10万ちゅうことなんでね。まあ、楽に上がったなという印象ですかね。うん。私より課金してなくて、私より戦力高い方はたくさんいらっしゃいますからね。これ大丈夫かな。アンタゴナイザー次回復した方がいいね。なので、もし皆さんがね、ラッドを回復できるようなキャラをお持ちであれば、そこら辺もね、使った方がよろしいのかなと私は思いますね。で、私はね、この回避っていうのをよく選びますね。回避 100% ってのね。よし。やっぱりタンク重要ですからね。タンクとヒーラーかな。まあ、アタッカーに関してはね、皆さん、かなり強いんですよ。まあ、どの方もね、ある程度アタッカーに関しては強いと思いますので、それよりも、ね、タンクとかヒーラーをね、強化する方の方がいいのかなと思います、ね。で、このゲームの場合は、戦力が足りててもね、クリアできないっていうこともよくあるんですけれども、タンクとヒーラーさえ強ければですね、戦力が低くてもクリアはできます。はい。さあ、どんどん行きましょうね。よし、OK だ。で、私ね、ストロング今持ってるんですよ。持ってるんですけれども、結果的にですね、今はアンタゴナイザーを育てております。さてと、4回目ですね。時間もそんなにかかってないでしょ。ゲズが死にそうだな。まずいな。ちょっと待ってくださいね。まずはあんたごと。よし。どうしようかな。もう一個使ってこうかな。プレストンだね。んで、キャリントンがすぐ使えるように AP 回復。OK だ。なので、こんな感じでね、やっていけば、全然死なずにいけますからね。で、ここのね、ステージを周回すると銀貨も溜まってきますからね。おや、回復できましたね、今。よし、OK だ。なので、アイテムもまたね、ここら辺のアイテムを買うことできますからね。だから、使っても溜まってくっていう印象ですかね。いやー、こいつか。こいつね、フォールアウト4でもね、私戦いましたよ。すんげえ強かったけどね。気持ち悪いんだよな、これね。このシェルターオンラインの場合はね、キャラクターが可愛いんだけど、実際はね、かなりグロいんですよ。ライブ実況でね、毎日8時か9時からね、お届けしておりますんで、ぜひ皆様遊びに来てくださいね。はい。面白いですよ、フォールアウト4ね。皆さんもぜひ遊んでちょうだい。確かね、周回してる人だと、フォールアウト4ね、23回とか4回目の全クリやってますとかいうね、そういう方もね、先日いらっしゃいましたから。なので、そんなにね、面白いんです。いいですね。こういう感じでね、もうひたすら倒していくだけ。もうルーチン作業ですね。はい、OK だ。これで全部クリアかな。OK だね。はい。で、こんな感じ。銀貨が980枚ですね。そして金貨が1210枚ですね。かなりね、溜まるんですよ。なので、これを1日に時間の許す限り周回すればいいわけです。やればやっただけ強くなりますからね。はい。で、例えばこれね、ここ使ってもいいんですけれども、回復ですね。休憩使ってもいいんだけれども、毎日ですね、ここら辺の、この達成って書いてあるところと、あと、このね、なんて言うんだろうな、天秤のマークですかね。これ買い物できるところなんですけれども、ここもね、毎日、リセットされるんですね。なので、ここら辺をうまく使っていけばね、アイテムこんなに溜まってきます。はい。ひたすら溜まってきますね。どっかに回復できるやつもあると思うんだけど、これですね。はい。ありましたね。はい。これで回復できます。休憩と全く一緒ですね。OK だ。はい。で、これで、もう一度やってみましょうかね。もう一度。で、これで OK ですね。で、金貨3835。で、これでまたプレストン交換できるんですよ。ポスター3枚ですね。わかりますかね？こんな感じでね、どんどん回収できるんです。で、おすすめはですね、このプレストンをもうとにかく50枚回収する。で、その後はですね、こちらでですね、8時間資源供給ボックスです。はい。これもね、回収してください。まあ、時間の許す限り、ここら辺を全部回収するっていう感じですかね。アタッチメントもいいですね。はい。で、ここら辺のね、ウェアアイテムに関しては、特に回収しなくてもいいかなと思いますね。まあ、全部ね、回収してしまって余ってるんだったらね、全然 OK だなとは思いますけれども。はい。ということでね、今回は情報2つお届けしましたけど、いかがだったですかね。今後もですね、フォールアウトシェルターオンラインの動画アップしていきますんでね、ぜひ皆様チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。その他ですね、ゲーム実況、Twitter の方にも日々アップしております。まあ、現状ですとね、フォールアウト4の、ライブ実況もお届けしておりますんでね、ぜひこちらもチェックしていただけると大変嬉しいです。そんじゃまた次回の動画でお会いしましょう。あばよ、腰が痛え。